リドム、ライフ、ニューヨン FW、ウィンターファーストコレクションのアイテムたちをこちらの動画にてご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、ゲンジとシート K です。ということですね、リドムの冬が始まるわけですが、今回のラインナップ、他のシーズンに比べてリドムに関しては数が少ないんですが、その一つ一つが服好きの方であればかなり冬のスタイリングに欠かせないアイテムたちとなっております。どうですか、お二人的には。そうですね、前回が結構こう注目度高いラインナップだったんですけど、まあ今回も結構引け取らない綺麗めな、確かにね、ラインナップかなっていう、し露出度的には結構前回のものを多く SNS で露出してたからこそ、この動画で今回のアイテムを初めて見るっていう方も結構多いかと思います。C 君的にはどうでしょうか。全部欲しいです。わ、全部欲しい、全部欲しい、相変わらずでございます。 C 君は前回無事レザーブルゾンもゲットして、あのネックレスはどうでした。ゲットしました。なるほど。ちなみにこのライフのアイテムたちに関してはもう俺大好きなんだけど、具体的にはどうですか。いやもう C 君もさっきから欲しい欲しいと、やっぱりね、C 君的にはやっぱり前回のアイテムをゲットできた中でまた次のリリース無理していってね。いやいやいや、そんなことなくて本当にまあライフのシルバージュエリーオタクだからなのかもしれないですけど、でも冬の柔らかい感じのニットとかと相性めちゃめちゃいいです。確かに確かに、いいのよ。ちなみにこちらは後ほど説明するんですが、傘の取っ手と雨を連想して手掛けたネックレスでして、非常に僕としても我ながらめちゃくちゃいいネックレスを、そしてリングも手掛けてしまったので、ぜひねリドム、そしてライフの説明までも聞いていただけたら幸いでございます。ということで、まずリドムのウィンターコレクションに関しては引き続きスタイルを追求して、90年代後半から2000年代にかけてのストリートの空気感を取り入れながら、得意とするシルク、ウール、フォックスといった素材開発でストリートとのギャップを生み出したアイテムのコレクションでございます。そしてウィンターのルックに関してはポールコレクションのトレイスポッティングに続き、映画からインスパイアしたコレクションにさせていただきました。今回はキューブリックのシャイニングからヒントを得て、世界的な建築家アルド・ロッシが日本で初めて手掛けたホテル・イル・パラッツォで撮影いたしました。めちゃくちゃかっこいいです。そしてライフに関してはジュエリーシリーズは今シーズンでは最後のリリースとなります。次回のライフではちょっと意外なアイテムがリリースされます。ですので今シーズンの最後のジュエリーコレクション、ぜひご注目いただければ幸いでございます。ということで早速紹介していく前に、2人の中で今回のリリースのアイテムの中でどれが一番注目なんですか。僕はもうコートです。おお、コート、俺と一緒じゃん。それはまたなぜですか。やっぱ綺麗め好きということで、冬のアウターにはもう欠かせない存在というか、そうね、僕よりも大先輩からしてみれば、僕もまだ若いかと思うんですが、そんな僕よりもまだ若い C 君が着用してもぐんとより大人な綺麗なねスタイリングが仕上がっていいですよね。K ちゃん的には。僕もコートとあのグレーのスラックス、ああね、はい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 、まあ、コートはさっきも言ったようにめちゃくちゃ大人っぽくなれるんで、羽織るだけで冬はもう大人男子って感じ、いいですね、はい。ということで、じゃあまずはそんな僕もそして2人も一番注目度の高いコートから皆さんにご紹介したいと思います。ということで今回のラインナップの中でもし悩んだら絶対にこれを選んだ方がいいというアイテムが、確実にこちらのストレック感リバーコートなんですね。このコートがねめちゃくちゃ良くて、まず原料の話からしていきたいんですが、オーストラリア原料の中でも最高ランクの生後なんと6ヶ月以内のスーパーエクストラファインメルノを採用しちゃってですね、メリノウール自体が高品質のウールだということはもうね僕が説明しなくても皆さんご存知だと思うんですが、今回使用しているのはその中でも最も高いランクなんです。そしてスーパー140の原料なんですね。スーパーエクストラファインメルノの繊維の細さが 16.5 から17.5 マイクロンなんですが、カシミヤが14から16マイクロンなので、非常にカシミヤに近いぐらいの細い繊維で、それぐらい肌触りの良さ、そして着心地の良さがとんでもなくあるコートなんですよ。で、先ほど僕はオーストラリア産のっていう話をした
と思うんですが、このオーストラリアというところがかなり重要でして、そもそもですね、ウールといってもいろんなウールがあり、つまりは羊の中でもいろんな品種があるんですね。で、大きな特徴としては、寒い地域に生息している羊は防寒のためですね、どんどん毛が太くなるので、どちらかというとガサガサとした非常に屈強な肌触りになる生地が出来上がるんですよ。例えばですけども、結構このチャンネルもよく出てくるシェットランドとかね、に関しては厚さだったりとか丈夫さだったりとか、ウールなんだけれどもガサッとした風合いを楽しむっていうね、良さもあると思うんですが、逆にオーストラリアなどの暑い地域に生息している羊に関しては毛が細くなるので、生地にした時に非常に滑らかで肌触りのいい風合いの生地が出来上がるんですよ。で、そうした中で今回は何度もお伝えしますが、オーストラリア産の最高品質の毛糸を使って製作しているので、めちゃくちゃに肌触りから着心地からこのドレープ感、めちゃくちゃいいですね。じゃあ原料の話はしました。でそこから糸の話になっていくんですが、先ほど説明した最高品質の原料を使いまして、チャコールの木とブラックの2種類の糸を今回作りました。一般的にですね、行われる生地の染色方法に関しては大きく分けて3つございまして、生地が完成した後に染色する方法、そして2つ目、糸から染めてその糸で生地を作り上げる方法、最後3つ目、糸より前の綿の段階で染めて生地を作る方法。で今言った3つの中で一番コストのかかる手法は3つ目なんですね。3つ目の綿の段階で色を染色していく方法を今回のリバーコートでも行っているんですね。というのもですね、リドムは基本的に一番コストのかかる3番目の手法で生地を作り上げていくことがほとんどなんですね。ただそうした中でコストもかかるのに、なぜこの手法を取っているのかなんですが、大きくはこの2つ理由がございまして、1つがメランジの色味ですね。この手法でしか作れないんですよ。そして2つ目が生地で染めるとですね、原料の良さが十分に引き出せないんですね。綿の段階で染めることで原料の良さを最大限に引き出した風合いを作れるんですよ。でその2色の糸を使って、縦糸にはブラック、そして横糸にはチャコール木とブラックを交互に組み合わせて20折りの組織で生地を作り上げたんですね。でコートで2色の糸を使って作り上げてかなり珍しいんですが、ブラック2本とチャコール木の1本という割合にすることで、限りなく黒に近いけど黒ではない、さらに木のもやっとした奥行きのある雰囲気もあるというですね、大人の上品さを感じられる絶妙な色味を作りたく、自分で言うのもありですが、ここまでこだわり抜いた徹底した手法にたどり着いたということなんですね。でさらにですね、話は終わりではなくてですね、ここから生地の加工の話になるわけですが、生地が織り上がった後にですね、去年はシープ加工という羊の毛皮のような見た目になるようにですね、少しカジュアルな加工を行っていたんですが、今期からは加工に関して、後にですねコートのデザインに関して話していくんですが、そのデザインに合わせてですね、今回ショートビーバーという綺麗めな手法に変えて加工を施しました。そしてさらにですね、裏側も加工を変えていましてですね、モッサという生地の膨らみを出す加工を採用しています。そして表裏で加工を変えることで、綺麗でかつ膨らみのある、そして柔らかさのある、いわば至高のコートの素材を完成させたんですね。やばいですこれは、正直言って。そして話はリバー縫製について話していくんですが、なぜ手間とコストがかかるリバー縫製をこだわり行っているのかというと、着用した時に素材の良さを最大限に感じることができるのがリバー縫製なんですね。よくね手で表現するんですが、リバー縫製って二重折りの生地を剥がして、そこを全てですね手作業で内側に折り込んで閉じていくという縫製なんですね。なのでこのコートに関してはほぼ全てリバー縫製という手作業で縫っていくので、一般的なコートに関してはミシンじゃないですか。けどこれは手作業だからこそ、かなりね時間がかかるのと同時に人件費もかかるので、コストが跳ね上がるんですね。ですがやはりリドムのコートを買ってくれ
れた方、そしてリドムを着用する方にはいいアイテム、いいコートを着ていただきたいって思いから、コストが跳ね上がったとしてもリバーフォースを行っているんですが、どういう良さがあるのか、いろいろ良さがあるんですが、最大の良さは2点ございまして、ミシン縫製に関しては機械で行っていくので、どうしても素材に負担がかかるんですね。に対してリバー縫製に関しては手作業で行っていくので、生地への負担を軽減して素材のポテンシャルをですね最大限引き出せるんですよ。で、予算2つ目なんですが、ミシン縫製だと必要になるフロントの裏側のパーツである見返しだったり、襟の裏側の地襟、地襟、そして裏地といったパーツを使わなくていいので、物理的にですねかなり軽くなるんですね。そしてデザインに関してはアクアスキュータムの100年前のストレック管コートをベースにしまして、それを現代的なフォルムのシルエットにアレンジしてパターンを制作しました。大きな特徴はファルマカーンでもない、チェスターでもない、カテゴライズできない絶妙な襟型ですね。そんな切れ目な襟の形に対して袖はカジュアルなラグランスリーブにいたしました。ですので襟は非常にスッキリとしている形でして、袖に関しては丸みのあるシルエットにしたので、非常に1枚の中でバランスが取れた形なんですね。この襟に対してすごいスタイリッシュな、そして袖も綺麗めなねデザインだったらキメッキメのコートな感じがすると思うんですが、それをそうさせずに、でもカジュアルすぎない、きちっとするとかきちっとする、そんなデザインにさせていただきました。そして着丈に関してはトレンドの巻き下丈でございまして、僕らが今一番着たいサイズ感ですね。で、裾もですね広めの A ラインシルエットにしていることによって、太めのボトムとの相性もかなり良くてですね、もう今のスタイリングめちゃくちゃ合います。生地のこのドレープ感という生地の動き分かりますか？2人とも聞いててくれてありがとうどうですか？いやもう竹感が巻き下丈っていうことで、うん、こう雰囲気が出ていいですよね。いいよね、雰囲気もあって。シー君的には？いやもうそのコートをなびかせながら早く外歩きたいです。確かにねちょっと早歩き感でねですので要点だけ振り返っていくと、オーストラリア産のスーパーエクストラファインミルノの生後6ヶ月以内のスーパー140の原料を使いながら、2色の糸をコストのかかる染料を用いながらメランジで作り、同時に手作業でめちゃくちゃ時間のかかる、そしてコストもかかるリバー縫製をめちゃくちゃクオリティ高く行い、そして生地の分量を圧倒的に大きく取り、今着たいシルエット感にし、雰囲気がもう爆増し、スタイリングの幅も広く差別化できる、言うたら服好きこそ今年はコートなんですね。で、そんな最高ランクの素材デザイン購入するにしては最高のタイミングのこのコートが、普通だったら10万でも僕はマジで安いと思います。ただそうした中で今回こちらのコートリドムはそういう常識を塗り替えて皆様にお届けしたく、ブランドの体制を取らせていただいているので、なんと価格驚異の3万8500円でリリースしちゃいます。安いよね。安いっすね。今回のリドムのコートに関しても例年以上にまたさらにレベルアップして皆様にリリースできますので、10月19日土曜日夜の22時からリリースいたしますので、ぜひこちら一人でも多くの方にですねご検討いただけたら幸いでございます。そうした中でこちらのアイテムを使ったコーディネートをご覧いただきましょう。それがこちらとなっております。そしてこちらとですね、コーディネートをご覧いただいたんですが、やはりリドムのコートの良さとしてあるのはもう羽織るだけでコーディネートが完成するということなんですね。服好きの方でもいろいろコーディネート考える瞬間楽しいのはベースとしてあるものの、なんかどこか今日はなんか着るだけでパッと出かけたいなっていう時あると思うんですが、そういう時にこのコートはバサッと上から羽織るだけでコーディネートが一気に完成してしまう、そんなアイテムですので、ぜひご検討いただければ幸いでございます。こちらのアイテムの各サイズの着用感がこちらとなっております。ご覧いただきありがとうございます。続いてとんでもないバギーボトムをリリースいたします。いやこれもねやばいよね。めちゃめちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいよね。
シルエットとこの素材感と反則級で、もうリドムの全アイテムと合わせたいみたいな。確かに確かにな、いいワード出てくるね交代するまでということで、まずデザインに関してなんですが、1920年代にイギリスのオックスフォード大学の学生が広めたオックスフォードバックス、そちらからインスピレーションを得たかなり大胆な過去一のワインドシルエットをこの度作りました。オックスフォードバックスに関しては現在のバギーシルエットの原型と言われているようなパンツでして、袋みたいなシルエットだったからこそバックスという名前になったんですね。でそこにですね、ヴィンテージのアルマーニのパンツが結構特徴的なデザインですが、それを掛け算してフロントにはボックスタックを入れてですね、その脇にはもう一本タックを入れているんですね。でベルトループ、こちらも非常に太いんですが、それを今回のリドムのパンツにも反映させてベルトループやや太くしています。股上はかなり深めに設定して、裾にかけてストレートのバギーシルエットでございます。デザインがね、先ほど説明したようにイギリスのルーツにしたので、素材に関してもイギリスのシェットランドウールを使ったツイードを製作いたしました。シェットランドはですね、イギリスの北東部にあるシェットランド諸島で生産されているウールでして、そのウールを作って作られたシェットランドツイードがこのチャンネル何度も出てるように有名でして、空、山、海といった大自然のカラーを表現したカラフルな色味のツイードなんですよ。で寒い地域の羊なので、防寒のために糸が太くなり、ガサガサとした風合いなんですね。でそこにですね、リネンを 20% 混紡することによって、リネンならではの独特な風合いとちょっとした柔らかさだったりとかツヤ感っていうところもプラスしているので、両者の持つ良さを最大限に発揮しながら、このシルエットなのでめちゃくちゃ冬に欠かせない、秋冬で春に欠かせないボトムとなっております。で生地が織り上がった後に長時間のタンブラー加工を入れて、セットランドでありながらも非常に柔らかい風合いに仕上げているんですね。なので履いててセットランドのウールを使いながら、こんな表現はかなり珍しいんですが、柔らかいんですよ。このポワンポワンした感じで伝わってほしいんですけど、シルエット、デザインのルーツ、そして素材感、履き心地、どれもねめちゃくちゃいいです。55,000円、安いです、なんならですが、そうした中でもこちらはですね、価格なんと3万円を切りまして19,800円でリリースいたします。安い、安すぎますね。10月19日土曜日夜の22時からリリースいたしますので、ぜひこちらお見逃しないよう何卒よろしくお願いいたします。こちらのボトムを使った購入とかこちらとなっております。そしてこちら、そして各サイズ各身長別の着用感がこちらとなっております。一人でも多くの方にご検討いただけたら幸いでございます。続いて毎シーズン速乾する至高のニットをご紹介していきたいと思います。いやー本当にね、気持ちいいのよ。サラサラしてて、しっかりとした厚みもあって、もちろん暖かさもあって、表情豊かな素材感で、いやーやばいっすね。まず素材から解説していくんですが、絨毛繊維の中でも最高級とされるのがカシミヤの繊維で、14から16マイクロンという細さなんですね。に対してフォックスに関しては17マイクロンなんですよ。なのでいわばカシミヤに限りなく近い細さなんですね。じゃあリドムなんだからカシミヤ使えばいいじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですが、このねフォックスニットの良さはフォックスだからこそなんですね。というのもフォックスの最大の特徴は毛足の長さなんですよ。毛足が長いことでカシミヤにはない、言い換えるのであればカシミヤでは実現できない独特なふわふわ感と柔らかさが生まれるんですね。ただふわふわすぎるとレディースっぽくなりすぎるので、超贅沢にですね、なんと 10% カシミヤを入れているんですね。なので柔らかさとふわふわ感を保ちつつ、カシミヤの風合い
売までも楽しめるというヤバすぎるニットなんですよ。なのでこの柔らかさとふわふわ感があるからこそ、このネックレスじゃなくてももちろんいいんですけど、長めのネックレスもうすでに持ってるよとか今後つけていきたいよとかいう場合に相性がねいいんですね。ふわふわの中にシルバー925がピトッとある感じ、素材のコントラストがいいわけですよ。しこのレザーとのコントラスト、2人すごくこっち向いてるの分かるぐらいうなずいてくれてありがとうなんだけど、言葉が出ないぐらいいいってことですよね。で今期リドムではフォックスニット3シーズン目となりました。で今期はですね2色の糸を使って編むことで今までよりも深みのある色味にさせていただきました。でデザインに関してなんですが、シンプルなプルオーバーでございます。そうした中でもですね、素材の良さを最大限に引き出すためにゲージと編み地を追求に追求を重ねてたどり着いたのが7ゲージの片あぜ編みなんですね。両あぜだと膨らみが出すぎるので、あえて片あぜで絶妙な肉感にしたんですよ。で今期は着丈を短くしているので、短丈のアウターにも相性がいいですし、今皆さんが履いているやや太めのボトムとの相性も抜群でございます。でそうした中で毎年速乾してしまう理由にもつながってくるわけですが、価格がね3万円切るんですね。やばすぎます。価格なんと1万9800円でリリースしちゃいます。安い。多分個人的にはフェザーグレーがね結構人気になるんじゃないかなと思いつつも、このサンドグレーもかなりいい色味でして、ぜひですね10月19日土曜日夜の22時からリリースいたしますので、お見逃しないよう何卒よろしくお願いいたします。こちらのアイテムを使ったポイントをご覧いただきましょう。それはこちらとなっております。そして各身長別各サイズの着用感がこちらとなっております。こちらに関してはもうすでにセカンドチャンネルとかで紹介した時にもかなりのコメントとあとお問い合わせも今もうすでにいただいているので、結構ね早めにご検討いただくことをですね心からお勧めさせていただきます。続いてついにアルパカシルクツイードのアイテムたちを紹介できるタイミングやってまいりました。いやーえぐいですね。こちらは上品な感じがいいです ね本当に上品でありながら都心的で振り切って作ってしまいました。というのも今までもオリジナルのツイード素材を作ってきたんですが、今期はですね超贅沢な糸を使って究極のツイード素材を開発いたしました。なんとまず今日から言わせていただきたいんですが、ウール 76% アルパカ 13% シルク 11% でございます。やばすぎますね。使った糸に関してはシルク 100% のネイビーの木糸、そしてウールアルパカのチャコールとブラックの2色のループ紙、両方ともですね5番炭というかなり太い糸を使いまして微臭で織り上げているんですね。ウールだけでもツイードは作れるんですが、ウールよりも細いアルパカを混紡することによって柔らかくふわっとした素材感になるんですね。で極めつけはなんと究極シルクの木糸を交色することでウールやアルパカにはないシルクならではの上品なツヤを足しているんですね。でこの 11% というのが絶妙で、それ以上入れちゃうとですねちょっと光沢感が強すぎてしまってちょっとエレガントすぎちゃうので、そこを 11% に抑えることもあえての選択肢でございます。でシルクの中でも超希少な木糸を採用していまして、木糸だからこそ非常にナチュラルな見た目になっているんですね。でさらにですねそのシルクがネイビーの色味だというところもポイントでして、ウールアルパカの糸はですねベーシックなチャコールとブラックなので、そこにネイビーの木糸がさりげなく入ることによって全体で見た時にチャコールとネイビーがこう混ざったかのような、そんな独特なけどバランスの取れたかなりいい風合いになっているんですね。ネイビー程よく見えるよね。程よい光沢感も程よくて、いいですね。リドムならではの上品なチェックというね、この柄も含めて素材感も含めて
マジでいい。そんな素材を使いながらブルゾン、ボトム、それぞれもはや完璧と言ってもいいぐらいのデザインのもと仕上げさせていただきました。まずアウターからなんですが、80年代に流行っていたシルクブルゾンをベースにですね、ツイードがかなりの存在感なので、スタンドカラーで少しスポーティーなテイストに振りながらミニマルなデザインにしています。そして今季らしく少し短めの丈で裾も少しきつめに設定しています。ただゴムのテンション的には緩めに設定しているからこそ、生地にストレスがかからないようにしているのと同時に、まあ、着た時にもそこまでギュンギュンだな感を強すぎないようにしています。でさらにですね、ネック部分には膨らみを出すように柔らかい中綿をなんと入れちゃってるんですね。その結果非常に首元に関してもしっかりと存在感がある、非常にたまらないブルゾンとなっております。デザイン自体はシンプルなんですが、シンプルながらにディティール、細かい部分にですねこだわりまくって、超贅沢なツイードと掛け算して制作したこちらのブルゾンを使ったコーディネートがこちらとなっております。かっこいいんですね、めちゃくちゃに。シー君的にどうですか？デザインのかっこよさももちろんなんですけど、うん、素材がもうとんでもないというか、うん、確かにね、アルパカちょっともう規格外ですね、うん、規格外。いや本当にその言葉の通り規格外すぎて、もちろん手にしてないネット上で見た時にも魅力が詰まっていると思うんですが、このブルゾン、そしてこのボトムがご覧いただいている皆様のクローゼットの中の1位になった時に、そして人生のワードロープの一つになった瞬間に幸せですね。ケイちゃん的にはどうですか？そうですね、この絶妙な光沢感が、うん、もう今回のルックのテーマにも沿っているというか合っていて、確かにそのテーマまでも愛せるリトムのファンの方ももういるんじゃないかなっていう、はい、確かにね、めちゃくちゃいいですね。でそうした中でこちらブルゾンがなんとですね、ウールアルパカシルク美醜でツイードを折っている、そんなアウターがなんと4万円を切りまして 38,500 円にリリースいたします。安い、やばすぎますね、ってリリースは10月19日土曜日夜の22時からリドムのオンラインストアにてリリースいたしますので、ぜひこちらお見逃しないよう何卒よろしくお願いいたします。ちなみにこちらのブルゾン、素材もかなり時間のかかるツイード素材ということもありまして、500着限定でございます。500枚完売した後に再販はできないアイテムですので、ぜひこちらお見逃しないよう何卒よろしくお願いいたします。こちらのアイテムを使った各サイズ各身長別の着用感がこちらとなっております。一人でも多くの方にご検討いただければ幸いでございます。そして同素材のボトムに関しては新しいシルエットでございます。股上をですね、今までよりも少し浅めにしていまして、同時に股下を少し今までよりも長くした新たなストレートシルエットでございます。で柄のボトムに関しては久しぶりなので、そこまで数量がないです。ですのでブルゾンに関してもそうだったんですが、ぜひお早めにご検討いただくことをですね、心よりお勧めさせていただきます。数言いますか？なんと200本です。200本限定でございます。ただまあ金額も金額でリドムのボトムの中で一番高いかななんていうふうに思うわけですが、価格それでもね、市場に見たらめちゃくちゃ安いんですけども、なんと価格2万2000円でございます。安すぎます、うん、安い、あ 4,5 万じゃないんだっていう、4,5 万だとしても安いと思っちゃうのに、それが200本限定ってちょっとミスっちゃった可能性もあるかもしれないけど、需要予測を。でも本当に最初はねちょっと難しいかななんていうの思ったんだけど、結果的にね日が経てば経つほどめちゃくちゃ楽しみになっていくようなボトムですので、ぜひこちらも合わせてご検討いただけたら幸いでございます。こちらのボトムを使ったスタイリングがこちらとなっております。そしてこちら、そして各身長別の着用感がこちらとなっております。一人でも多くの方にご検討いただければ幸いでございます。
そしてここからはですね、ライフのアイテムを2型ご紹介させていただくんですが、冒頭にもお伝えしました通り、今期最後のジュエリーコレクションをリリースいたします。まずはじめにこちら、カスケードペンダントネックレスでございます。これ美しいですね。前回のね、速乾してしまったロングネックレスも美しくたくさんの方を魅了させたわけですが、今回のこちらのアイテムに関してなんですが、こちらも陶芸家のルーシー・リーの作品からインスパイアを受けて制作いたしました。来年からはですね、ルーシー・リーのアイテムからインスパイアを受けたアイテムもリリースしていく可能性もあるんですが、新たなアーティストからインスパイアを受けて、そして取り上げて制作していて、もう完成しているアイテムなどもなんならあるぐらいでして、コレクションをですね展開していきますので、そちらも楽しみ待ってください。そんなね、ルーシーリー、こんな感じで、ね、陶芸作品が非常に有名でして、素敵なね、小陶芸をいろいろこの世に残していった方なんですが、それ以外にボタンとかもね、非常に数多くリリースして、僕らもそこにインスパイアを受けたアイテムをリリースしたんですが、こちら何かわかりますか？なんとですね、傘の取っ手なんですね。傘の取っ手もなんと制作していまして、非常に可愛らしいね、作品を作り上げていたわけですが、その中の取っ手をモチーフにネックレスに落とし込んで、めちゃくちゃ可愛いネックレスが出来上がってしまったわけですよ。めちゃくちゃいいよ。ルーシーリーらしいねじりが効いたですね、ペンダントトップから傘の取っ手をルーシーリーはね、手掛けていたわけなんで、傘イコール雨をですね、連想して、そこから傘の取っ手から雨が降っているというイメージをですね、こちらのタッセルにて、チェーンにてですね、制作しました。ですので、傘の取っ手と雨ですね、っていう非常にデザインに関しても遊び心の効いたアイテムとなっております。いやー、美しいですね。よく見て、ライフのロゴとシルバー925のロゴが入ってるのがね、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思いますし、このフォックスニットとの素材の合わせやすさというか、相性の良さがとんでもないですね。めちゃめちゃかっこいいっす。めちゃくちゃかっこいいよね。モチーフ×チェーン、タッセルの部分ですね。この長めのタイプはライフで出してきましたが、それでいても、この組み合わせがどれとも該当しない非常にまた新たな新鮮なネックレスが10月19日にリリースされますので、ぜひですね、一緒のジュエリーオタクの方もいらっしゃると思うんですが、ご注目いただけたらなというふうに思います。で、こちらのジュエリーの価格なんですが、なんと7万円を切りまして、5万9400円でリリースいたします。どうですか？制作の背景を今源氏さんがお話しされて、そういうのも知っとくのが余計に愛着が持てるというか、あ、そうか、知らなかったんですよ。はい、人になんか自慢したくなるような、はい、確かにね。いや、これマジな話なんだけどさ、ライフで傘作ろうみたいな話してたのよ。まだ全然制作も進めてないし、来年の6月とか梅雨の時期とかに間に合ったら間に合ったでいいかなとか思うんだけどさ、アンケートも兼ねてこの話をするんだけど、傘どうでしょうか？ライフで傘あったら買いたいよって方いらっしゃいますかね？1万円ぐらいになっちゃうと思うんですけど、傘で1万円って結構あれだよね。まあそうですね。そうだけど、すごい素敵な傘をね、作りたいのよ。そんな傘とこれをね、組み合わせて持ちたいよね。ああ、めちゃめちゃいいです。っていう、今期では最後のネックレスを10月19日にリリースいたしますので、ぜひこちら、お見逃しないよう何卒よろしくお願いいたしますなんですが、こちらのですね、数量が、初回のリリース分では60個を予定しているんですね。大変ありがたいことですね。もしかしたらなんですが、リドム、そしてライフはですね、VIP 制度を設けていまして、VIP 制度とは何かに関してはこちらなんですが、VIP の方々には、一般のお客様がお買い求めいただけるタイミングとはまたちょっと違って、それよりももっと先にお買い求めいただける機会を設けてるんですね。で、もしかしたらなんですけど、その時に完売しているか、もしくはもう残り組子の話20個とか30個になってる可能性も全然あるので、ぜひですね、10月19日狙っている方はですね、お早めにご検討いただくことをですね、ここよりお勧めさせていただきます。続いてですね、ライフのボタンバンドリング、こちらをご紹介していきたいと思います。ライフは過去にですね、2つのリングをリリースしてきたんですが、3つ目のリングとなります。可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。過去のライフのリングとの相性がめちゃくちゃいいのよ。独立してもすごいいいし。で、今までですね、ルーシー・リーのボタンから着想を得て、リングをね、リリースしてきたわけですが、そうした中で今回のこちらのリングに関しては、もはや、並んでる感じ？一つのページに対して、この並んでる感じがめっちゃ可愛くて、この雰囲気を再現したく作ったのが、この一つのリングなんです。並んでる感じ？
一周して一個一個並んでる感じをこのページとかね連想して手掛けたアイテムでございます。かわいいよね。付けやすさが何よりいいなと思ってて、重ね付けとしても非常に向いているリングでございます。指のさ、腹のところとかもかわいいんですよ。ここと、ここと、ここの組み合わせね、かわいいね。でですね、非常に細部のフォルムにまでこだわっていまして、じゃん、過去のライフのペンダントシリーズを持ってきたわけですが、どれも手作業を放射する有機的な綺麗な丸じゃないんですよね。ちょっと粘土をこねたかのような、そんな形だったり、曲線ではなく、ちょっといびつな曲線を描いていたりとかするわけですよ。で、それを今回のネックレスでもかなり意識して作り上げたわけですが、わかる？このさ、傘の持ち手と立ち手の部分のこの一番細い部分、ここね、ここもめちゃくちゃ細かく線が引いてあるわけですが、それもまっすぐにすることなんて簡単なんですよ。まっすぐしたくなかったわけですよ。ので、まるで爪で引っかいたかのようなまだらな綺麗じゃない線をあえて描いてるわけですね。で、話は本題に入り、こちらなんですが、こちらもちょっと歪なんですね。一個一個が。陶芸作品を一つ一つ手作業で作ったかのような有機的な滑らかなフォルムとちょっとしたカーブ。ここもさ、最初はさ、まっすぐだったんですよ、この真ん中が。けど、まっすぐだとあんまりだなと思って、ちょっとこう、ぐねらしたんですよ、ここを。で、ここの真ん中も突出してる部分も、ちょっと山なりになってるのわかりますか？っていうですね、一つ一つのくぼみとか間の傾斜とか立体的なフォルムだったりとかカーブっぽいところとか、あと中のツルンツルンじゃなくてあえてザラミのある質感にしたんですね。わかります？中の凹凸具合、あえて作ってるんです、中の凹凸を。水が溜まりそうな部分、ここを綺麗にするんじゃなくてザラザラした質感にしてるんですよ。めちゃめちゃ細かい話だけど、今精密でありながら華やかで、かつ他のアクセサリーとの重ね付けも非常にバランスの取れたアイテムがこちらの新たなリング、ボタンバンドリングでございます。で、こちらのリングの価格が正直安すぎるんですが、12,100円でリリースしちゃいます。はーい。過去のリングとの価格差がほとんどなくリリースしていけますので、全部速完してるんですが、今期のリングもお見逃しないようにどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日はリドムライフ2024ウィンターファーストコレクションのアイテムたちを皆さんにご紹介させていただきました。今回のラインナップ、そして動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、ゲンジとシート、ケイでした。ありがとうございました。